ミソプロストールは、プロスタグラン人生剤の一つ。PGE1 誘導体。胃粘液や重炭酸イオンの分泌を促進するほか、壁細胞に直接作用して、ヒスタミンやガストリン刺激による胃酸分泌を抑制する。腸管の全動運動を促進させ、小腸からの水、NA の吸収を阻害し、下痢を起こす。子宮ひらなめ筋に作用し、子宮収縮作用を持つ。 ヒステロイド性抗炎症薬は COX-1、COX-2 の経路阻害により、下熱鎮痛効果を発揮するが、その副作用の一つに、胃粘膜のプロスタグランジン濃度低下による粘膜防御機能の低下があり、炎性度改良が増えるという副作用がある。この薬剤は、炎せの長期服用による胃潰瘍、十二指腸潰瘍の予防治療に用いられる。 日本では、家計製薬株式会社より、サイトテックの商品名で、1996年12月より、販売されている。効能効果は、ヒステロイド性小塩鎮痛剤の長期投与時に、見られる、異界用及び、十二指腸潰用とされ、単純な炎、異界用、十二指腸潰用には使用できない。1日 800G を4回に分けて内服する。 遠精度海洋の予防効果は、少量のプロトンポンプ阻害薬に匹敵する効果を持つことが分かっているが、P と比較して下痢等の副作用が多いこと、1日4回という頻回の投与が必要なこと、投与可能期間の制限などの様々な制約が保険収載に対して課せられたことなどより、この薬効の目的ではほとんど使用されなくなった。 妊娠の継続を望む妊婦には使用できないが、人工妊娠中絶、死産、分娩の際には、下記の目的で使用される。この目的で使用するときの投与経路は、傾向、傾斥、強行門的投与が選択できる。同様の薬効を持つオキシトシンと比較して、安価で保管も簡便なために、途上国で重宝される。ミフェプリストニアメトトレキサートを使用した。 薬剤による妊娠初期の人工妊娠中絶の時に中絶退治の排出目的で使用される。この用途は日本以外の先進国で認可されており、ミソプロストールの最も使用される用途となっている。分娩誘発作用を持つ。また、子宮経管の熟成作用も認められている。この子宮経管の熟成作用は、しばしばこの目的で使用されるオキシトシンにはない作用である。 このために、オキシトシンと組み合わせて使用することで、EU など一部の国では分娩誘発の目的で認可されている。しかし薬効については、疫学的知見が不足しており、アメリカや日本では分娩誘発の目的での使用は認可されていない。日本でも分娩誘発等を目的に使用されることがあるが、認可されていない目的外使用であるとして、 新生児に重篤な副作用が発現することがあるとして警告されている。早期の子宮内胎児死亡の処置のために使用されることがあるが、その用法要領については、さらなる検討が必要とされている。カナダではこの用途で数箇所の病院で使用されている。産後の子宮収縮の促進により、産後出血を抑制することができる。蛍光投与で使用すると、 岸都市により効効果果がが劣るるためにこのの用用途ででは直腸内への投与が効果的で副作用も少ないとされる医療資源の乏しい地域では出産時にミソプロストールを無作為に使用した群と使用しなかった対象群ではミソプロストール使用群の方が妊婦死亡率が38%低かったことが知られている重大な副作用として添付文書に記載されているものはショック アナフィラキシー様症状である。その他、下痢、難便、腹痛等が発現する。ありがとうございます。